におでこを出してます。ありがとうございます。あ、充電したい。そう、前髪伸びたんだ。そろそろ切らないと。そう、本当は今日美容院に行こうと思ったんですけど、天気悪くてやめました。そう、天気が悪いかなと思って、風強かったかな、あんま外ちょっとむやみに出歩かない方がいいなって思って、そうそうそう、今日風強かったよね。なんか雪も降るのかな、夜にかけて。明日も寒くなりそうですね。明日は一日お仕事なのでちょっと頑張ります。うん、そうそう、新潟はね天気悪いみたい。2月6日おしゃべり会追加してありがとう、嬉しい。今そうなんですよ、今受付してて、新しく2月6日にコスプレを増やして、コスプレの部を増やしたので、ぜひぜひ来ていただきたいです。はい、お待ちしております。トラちゃん追加ありがとう、みんな嬉しい、楽しみです。私もそう、皆さんね、コスプレを好きでいてくれてるので。うん。ね、もうね日曜日だから、おしゃべり会応募してみようかな。ぜひぜひお待ちしております、嬉しい。日曜日、そう日曜日もめちゃくちゃ楽しみ。そうなのよ、16日なので、もう、お、初めてのおしゃべり会楽しい、嬉しい。皆さんお待ちしておりますね。私もすごい楽しみにしてて、ちょっとね私服何にしようかなってめっちゃ考えてます。うん、迷う迷う。そうなのよね、私もすごい楽しみ。16日のおしゃべり会やって、私はね20日に山ここの初日を迎えるので、いろいろちょっと楽しみなことが重なってます。ね、20日は山ここ公演が、まあ、千秋楽を迎えてから初めて新しいメンバーで、新しいメンバーでやる公演なので、すごく楽しみです。うん、20日どうでしたか、当選された方いらっしゃいますか。そう、今までの山ここは山に隣って書いて山ここだったんですけど、今回の公演は山にここがひらがなで山ここ公演になるので、ぜひハッシュタグとかも使って公演の当日はたくさんツイートしてくださると嬉しいです。ちょっとトレンドに入っちゃったりしたら嬉しいですよね。そう、ひらがな山ここ、山は漢字でここはひらがなで、はい、なので当選された方は劇場で、ね、来れないよって方は DMM でたくさん見てください。今日の髪型かわいい、ありがとう、久しぶりだよね、こうやって前髪を分けてるのは結構大人っぽいかもしれない。、うん、月中またやらないね。月中はそうね、すごく月中やってた時、皆さんが月中を好きでいてくださっていて嬉しかった。
山ここ公園は新しいメンバーが加わるんですか。メンバーは既存の山ここからサラが卒業したので、サラが卒業しちゃって、ね、サラが抜けた4人でやります。はい、そうなんですよ。20日の日春香村村民会議も一緒なので、一緒というか私も出てるので、20日の初日が2公演になるのでかなり大変なんですけど、でもどっちもとっても楽しみなので頑張ります。髪型良きすぎる。髪流してるとキリッとしてみる。ありがとう。じゃあまた、うん、またやりますこの髪型そう、また2公演、最近また2公演なんだよそう、なんかなぜか今すごい公演が、私が出る公演が続いていてそうそうそう、なんかいいのかなってそう、この間も2公演だったし、うん、すごい毎回いますね私。でも嬉しいです。多分山ここ公演はおそらくね、今月も、あ、まだ発表されてないかな、発表されてるかな今月もまたあるので山ここは、はい、なのでちょっとたくさん公演に今月も1月からね出れるので嬉しいです、うん、あ、そう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 、27ね。だからもうぜひぜひ皆さんにはね、一度でもいいので山ここ公園を見に来ていただきたいです、はい、あ、そうだ、この間の春香村公園、春香村村民会議で1曲目が変わったんですけど、お気づきになりましたでしょうか新しくセットリストにポンコツな君が好きだがね入って、はい、披露させていただきました。ちょっといきなりだったからびっくりされたと思うんですけど、わきましたありがとう、あ、だるまありがとう。そうなんだ、侍がいたんですけど、そうなんですよ、侍の日です。レインボースターありがとう。ね、いつもとは違った公演の始まり方でびっくりされた方も多いと思うんですけど、多かったと思うんですけど、はい、ポンコツな君が好きだがね追加されましたいや、そうなんですよ、この間の春香村村民会議の劇団春香村で新しく初めて小道具をそう導入しまして、なんかそこら辺にあった突っ張り棒なんですけどそう、刀として使ったんです。私この間侍になって、もう相変わらず面白いですね春香村長は。いや、私いつも毎週火曜日の春香村チャンネルを本当に楽しみにしてて、なんかすごい一ファンとしてYouTube を見てるんですよ。私 YouTube 大好き人間なので、そう、はるかの YouTube 本当に面白いから、ちょっと皆さんにもねたくさん見ていただきたいんですけどそうそうそう、ハートください。じゃあ今日はこれ、これなんか待って、違う、なんだっけ、あ、見て、これウサーヤハート、ちょっとさ、そう、このねハートをこのハートなんですけど、サラの卒業公演でオンリートゥデイをやった時にサーヤと一緒にペアになって踊る振り付けがあって、そこで一緒にハートを作る振りがあったんですよ。で、どんなハートにするって言った時にサーヤがこれを教えてくれて、これウサーヤハート、ウサギーヤ、かわいいでしょそうそうそう、これみんなウサーヤハートらしい
はい、なんですよ。今何の話してたっけ。あ、そうだ、はるか村チャンネル、はるか村チャンネル本当に面白いよ。なんかさ、あの私もこうラーメン部の番組やらせていただいてて、あの食リポはよくさせていただいてるんですけど、いや春の食リポはもう天才だって思ってます。なんかだってプリンを食べて、なんかバレーボールだとかバスケットボールだとか言ってて、もう本当に面白くて天才だって思いました。うん、だからいつかね、春の YouTube はいつかでいいので出たいなって思ってるし、出していただけたら嬉しいなって思ってるし、ね、すごくもう一視聴者として、あのファンなので、私は春か村の、うん、見てます。そうだからこそ私は春か村村民会議がとっても大好きなので、うん、なんか公演中はねたまに一気派みたいな感じになってますけど、私いや本心は私春か村大好きですからうん、だからね、そうそうそう、面白いですよね。村長にリップで「ななみちゃん出たがってた」と言ってきました。いや私もめっちゃ春にアピールしてるんだよね、スタッフさんとか出たいなーみたいなそうそうそう、手書きのイラスト、あ、ツイッターでしょそう、あれはるか村チャンネル見て、はるか、うん、面白すぎたからなんかイラストを描いちゃいましたそうそう、もうはるか村のファンです私は、ただの、うん、プリン部ができるか、プリン部、プリン部そうか、ないか、なんかいろんな部活がありますからね NGT には。私もあのいにしえのバドミントン部っていうのがありますからねそうそう、もうあれは自然消滅されてしまったんですけど、おそらく、うん、そうじゃん、サラが卒業しちゃったから私は一人なんだ今、バドミントン部の部員が。いやーちょっとあのもし3期生がね入ってきてくれて、なんかスポーツ大好きみたいな子が来てくれたらスポーツ部結成したいね、うん、でもスポーツ部で何するんだっていう話なんですけどそう今部員一人なんで、3期生にねスポーツ好きだよって子がいたら、あの一緒にどうですかって誘ってみようかな、うん、でそう私はサッカー観戦大好きなので、そうスポーツ部結成ちょっと範囲が広いからあれだけど、でも、まあえて競技をあの限定しないところがうん、作ってみたいですけどね、うん、だからそれまでに私ももっといろいろ詳しくならないとね、うん、楽しみだな3期生、うん、なんか自分に後輩ができるっていうのが全然想像つかないですね、まだ。まあそりゃそうなんですけど、うん、ちょっと本当に先輩としての自覚を持ってしっかりとした人間にならないとなって、うん、思います。
やっぱり憧れられる存在でいたいなって思うから、うん、いっぱいコミュニケーションとか取りたいし、私は、はい、うん、でもね、あの同じメンバーということで切磋琢磨して頑張っていかなきゃなので、そうね、頑張ります、うん、ね、今回あの応募できる年齢が12歳からっていうことで、12歳っていうともう本当にね、12歳は12歳だから本当自分より8個下くらい9個下くらいの女の子がね入ってきてくれるってことだから、まあ、もし12歳の子が来るとしたらだけどね、うん、そう、もしかしたら小学生の可能性もあるっていうことですからね、すごくないですか。うん、可愛いんだろうな。だってえ、12歳ってさ何年生まれなんだもう考えるのが恐ろしいんですけど、今の12歳って何年生まれ、2000、え、何年生まれ、10年とかだよね。で、2010年生まれってすごくない2010年って最近じゃん、うん、って思いますよね。いやーすごいよ。でも小学生からの頃から NGT48 として活動できるっていいな、うん、いや私は2000年なんですけど、さすがに2010年生まれと聞いたらびっくりします。赤ちゃんじゃんって思っちゃう、うん、すごいよね。なんか今、まあ、令和になってあれですけど、令和になってこうこの世に令和生まれの赤ちゃんがいるっていうことがもうすごいですよね。すごいこと令和生まれですってね、令和生まれの赤ちゃんって何よそう、本当にすごいよ、うん、もう自分は平成生まれなんですけど最新じゃなくなってるからねうん、令和4年生まれですとかさ、ちょっとびっくりするってそう、私は平成12年かですね、うん、令和生まれの幼稚園児いやーすごいな本当に。なんか時は経つんだなって、ね、ギフトありがとうございます、うん、だってねえ私も22ですよ。どうしよう、今年22歳です、私。早いな、もう22年も生きてるのかびっくりなんですけど、うん、ねえ22歳。お、ハートとレインボースターありがとうございます。22か、うん、どうしよう、うん、ね、もうなんか年的には大学卒業、そうそう本当に大学の卒業間近で、ちょうどこの間、あ、この前も話したか、そう、友達、お友達も国家試験を受けるとかなんとかで忙しくなるんだっていう話を聞いて、うん、そっか、もうね、周りの友達はこう進路とか、うん、
ね、自分の進路、決めた進路へ進んでいるのを聞いて、うん、あ、もう大学卒業の年なのかって思って、大学私は行ってないから、うん、そうそうそう、ハートとレインボースターありがとうございます。そう、友達も結婚してる友達はいないかな、周りに、うん、全く。そうそう、ねえ、ほら、なんか就職とかよく話聞きます、うん、ギフトありがとうございます。そう、だからこそなんか自分はこう今 NGT にいられて幸せだなって本当に思います、うん、そう、やっぱアイドルはね、この誰もがなれるわけじゃないし、うん、そうそう、だからすごい嬉しいなって思います。うん、だから皆さんに出会えてよかったって本当に思う、いつも。自分がずっとなりたかったアイドルにそうなれたっていうのが嬉しい、うん、わ、ギフトありがとうございます。嬉しい、出会えてよかったです、アイドルになってくれてありがとう。いやいやいや、嬉しいわその言葉、うん、娘さんが12歳なのでオーディション参加、お、素敵ですね、楽しみ。いや、なんかいろんなね、いろんな地域のいろんな子がこのオーディションを受けてくださると嬉しいな、うん、嬉しい、出会えてよかったよって。いや、皆さんこちらこそですよ、これからもね、ここの NGT で私は頑張っていくつもりなので、これからもよろしくお願いいたします。はい、うん、ね、なんかいろんな県外の子とかも来てくださったらすごい嬉しいな。ちょっと個人的にはあの関西の、そう、関西生まれの関西出身のメンバーとかが来てくれたら私は嬉しいなって思っちゃう。うん、3期生に目移りしないから安心してな。私もそこは頑張らせていただきます、はい、うん、皆さんを離さないように。そう、関西弁めちゃくちゃ可愛いじゃん。うん、そう、だから本当にもう遠くの地域、うん、まあ、新潟にね移住するっていうの、うん、なんか、いや、でもいろんな本当に地域から来てくださったらとっても嬉しいですね、うん、なんかそう考えると、こう私は新潟生まれでこう地元で活動させていただいてるんですけど、県外からこう新潟に来るって覚悟を決めてきたメンバーって改めてすごいなって思う、本当に、うん、しかもまだこう大人じゃなくて高校生とか学生の時にね、なんか学校とかもありながらも夢を追いかけて新潟に移住するっていうのを決めたっていうのが本当にすごいなって思ってて、うん、そう、本当にすごいなって思う、うん、
そうだからね、そういうね、あの本当に県外から、ね、来てくれるメンバーも増えると思うので、うん、私もそこはちゃんと覚悟を持ってこれからも活動していきたいなと思うし、もし自分がね、もしあの、まあ、今新潟出身で他のグループに入る、他のグループにもし入るってなった時に、なんかすごいそれは、ね、他の県に移住するってすごい覚悟のいることだなって思うので、うん、だからね、みんなすごいなって思うし、うん、だからきっと3期生の子でもそういう不安とかを抱えて、ね、新潟に来てくれる子とかもいらっしゃるから、ちょっと私もそこはもう全力でサポートしていきたいなって、うん、思います。はい、そうそうそう、あ、今そうですよ、遠く離れた東京でちょっと歌唱力でヒノが、ヒノの番だ今。そう、ヒノが今日決勝で、決勝のさらにファイナリストに進んだんですよ。ヒノが今、ヒノが頑張ってるみたい。そう、私は見れないからさそうそうそう、あ、東京じゃなかった、頑張れヒノ。私もここから、新潟から願ってます。千葉でした。ヒノ頑張れ。わあ、決勝の大トリなの、もうすごいよ、頑張れヒノ。いいね、みんなこう見守ってくださってて、本当に NGT48 のファンの皆さんは温かい方ばかりで、うん、嬉しいです。私も頑張れ日野うん、いやー、じゃあ今舞浜で歌ってるのか、頑張れ。すごいよね本当に、うん、歌がうまい、ね、すごいな。なんかヒノはその好きなことを好きだけで終わらせるんじゃなくて、それをどんどん伸ばそうと自分で、ね、すっすごい努力してるところが本当にすごい、うん、同期でもうそんな素敵な同期がいて、私もいい刺激をもらえますいつも、頑張れ。そう、本当になんか歌うまい子とかダンスうまい子とか見ててすごく刺激をもらえますね、うん、そう今日ね、ヒノはあの世界の人への衣装を着てたね、似合ってた。ヒノ頑張れ、本当に
頑張れ、ね、NGT から一人で、ね、出演して出場して、もうかっこいいよ本当に。お、終わった、歌い上げたって、お疲れ様。いやー感動しちゃうな、なんか、うん、よかったって、よかった、もう今日のうちに結果も発表されるんですもんね。はあ、ドキドキだな。でももうここまで、あそこまでいけるのが本当にすごいからね、なんかもう日野の努力とかもういろいろ見てて、その近くで見てるからすごい嬉しくなっちゃう。うん、すごいよ。そう、私あの、まあ、歌唱力見てて、あの気になった子、気になった方がいて、あの予選で4位かなだったあの NMB さんの 7.5 期生のしおみんさんの歌声にすっごく惹かれちゃって、うん、イ・シオンさんかな、そう、歌声がすごく綺麗で、めちゃくちゃ歌うまいな、しかも可愛いって思って、私とってもとっても気になってます。そう、韓国からそういらっしゃったメンバーさん、そう、私が大好きなお顔で、顔面可愛い、うん、そう、ちょっと密かに気になっておりますあ、なんかイベントとかで お会いできたら、もしかしたらザザザって話しかけに行っちゃうかもしれない。お、結果待ち、うわー緊張する、うん、そう、また推しが増えてしまいました私しおみんさん、うん、かわいいなって、そうそう、そう、だから私はなんか他のグループさんとかオーディションしてて、こう新しい新メンバーがお披露目されると、もう絶対チェックしちゃう、この子かわいいみたいなそうそうそう、ミーハーなんですよね私。そう、ナンバの NMB さんの8期生とか見て、うわかわいすぎるって思いながらそうそう見てました。うん、いやー NMB の8期生さんめちゃくちゃ可愛かった、そうそう、 NMB さんに私推しメンがたくさんいますいやー審査中、いやー何位から発表とかあるのかな、うわードキドキだ、うん、そっか、そうそう、 NMB の8期生さん小学生の子がいるみたいで、すごいですよね、なんか NGT にはね小学生の子が入ってきてくれたら、そうちょっと嬉しいなって、うん、その始まり出た、もう始まりの歌めちゃくちゃ大好きなの私、ほんとに普通にいつもあの普通に聴いてますいつも、うん、大好きすぎてあの歌、そう、お、ハートありがとう、そうそうそう、
あーそっか、成人なんか今の最年少の青たち、青春かがで成人式迎える日にはもう私号泣なんだろうな、もううわーって中学生が入ったあの子たちが成人してるな、もう成人式もかんのってそう楽しみですね、振り袖姿本当に楽しみ、うん、から母性母性うん、いやそう想像つかないからさ全然わかる、青と春がうんせあの振り袖着てる姿想像つかなくてめっちゃ楽しみ私今から、ヤヒとか、ね、ユウとかもうちょっとですからね、もう感動しちゃうんだろうな、ヒノもだし、うん、テラヒナもねまだもうちょっとなのでめっちゃ楽しみ、うん、みんなの晴れ着姿見るのが今から楽しみです、そう、それまで私は見守ってます見守ってますっていうか同期なんですけどね、うん、そうそう、やっぱずっとね一緒に頑張ってるメンバーだからそういう、ね、あのお祝い事ので晴れ着姿見ると嬉しいなって、いや始まりの歌本当にいい曲だよね、私もいや本当に大好きなんですよね、一人一人の歌声がすごく綺麗で、やっぱさすがって感じ、圧倒されますいつも、音源で聞くのもいいんですけどやっぱこう生で歌唱されてる姿を見るといつもあの曲は本当に感動しちゃいますし、なんか実際に聴きたいです私は、そう、いやドキドキだな、うん、ね、ノナダイヤモンズ、ノナダイヤモンズユニットね、いいよね、いつか実際に聞いてみたいです、始まりの歌、うん、そう、ちょっと結果がね、私一人じゃちょっと抱えきれないので皆さんと一緒に結果を待ちたいと思います、はあ、ドキドキ、いよいよだ、やばい無言になっちゃう、いやー本当に頑張って昨日、うん、結果発表、上位3名と審査員特別賞、いやー頑張れいいの、頑張れ、まずは審査員特別賞から、みんなで一緒に見守る会緊張する、ゆいりさん、村山ゆいりさん、いやー緊張するすごい、わー日の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 ドキ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 、いやゆいりさんのもう私はもう大ファンですからあまり言ってないですけどめちゃくちゃタイプですダンスと歌と、いやもうお顔がタイプ、いやダンス上手いのに歌も上手いなんてもうたまらないですね、
いやーすごいねえ、ほんとにかわいい。いや私は DD ですね。確かいや DD じゃないですよ、私はちゃんとまあ DD ですね。うん、でもその中でもあの本命様いらっしゃるので、私本命様がまあ 3,4 人いますね。はい、うん、ファンです。本命さん4人って矛盾してっから。いやもうドッキドキなんですけど、あードッキドキなんですけど、あ、ついにそうだ、明日はあの木曜日ということは、いよいよ明日ラーメン部の LGT48 ラーメン部の放送がありますね。いやちょっとついに明日、いよいよ明日新入部員がお披露目となりますけど、そうなんです、明日ついに新メンバーの発表ですよ。さあ誰になるのか、ちょっと皆さん楽しみにしててくださいね。ぜひリアタイしてください。はい、いよいよ3位の発表です。ドキリ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 、うん、誰でしょう新メンバー。3位発表だって、ドキ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 。すごいコメント欄でね速報が流れるので、矢野さん、 STU さんの STU さんですかね。いいな、矢野ほのかさん、いいなあ、頑張れ。いやだってファイナリスト半分くらい STU さんでしたよね。すごいな本当に強い、ダンスもお上手ですし、私個人的に STU さんの公演にめちゃくちゃ行きたいんですよね。なんかダンスとか歌とかすごい、ダンスのスキルがめちゃくちゃすごくて、 YouTube とか見てて思うんですけど、そう見に行きたいっていうか、なんか今年は出張公演ができたらいいですね。うん、出張公演、私はちょうど加入したての時に、そうそう加入したての時に先輩が、1期生の先輩方があの出張公演をされていて、そう NGT の劇場にも来てくださったりとかてたので、私はまだ出張公演というのを経験したことがないので、はい、えどこ行きたい、どこ行きたい、どこ行きたいか、でも全部行きたい、全部行きたいです、はい全部行きたいです。で STU さん、うん、STU さんの公演見たいし行ってみたいという話をしていたら第2位です。ドキドキ、第2位の発表、ひのは、緊張する。
またまた STU さん、あ、池田さん、あのすっごい方だゆらさんって呼ぶのかな、池田さん、もう去年めちゃくちゃすごかった、てかもう、お歌聞いたんですけど、もう プロの去年のあれですよね、1位の池田さん、 STU さん、またまた STU さん、いやすごい、なんか STU さん本当にすごいですね、うん、そっか、去年の第1位の方が今年は2位、いやもう1位はヒノしかいないでしょう、ヒノ頑張れ、うわドキドキする、いや本当になんかすっごいな、もうレベルの高さがね、すごい、いやもうこれはつまり1位は、いや頑張れ、もうみんなメンバーみんなお祈りしてます、ドキドキ、すごいドキドキしてる今、心臓がめっちゃドキドキしてる、ひのー頑張れ、1位の発表まだかなまだですかね、だってでももうあの場にいることがすごいですからね、本当に、いやすごいな、いやついに1位の発表、ついにいよいよ、いよいよです、ドキドキ、静まってる、どうだった、あ、岡田奈々さん、いやーすごい、うわーすごい、もうやばい、めちゃくちゃ今心臓がドキドキしてます、1位は AKB48 の岡田奈々さんということで、すごい、おめでとうございます、いやすごいな、ねえ、よじょ STU さんがそうなめですか、すごいな、うわ本当にすごい、いや岡田奈々さんすごすぎませんか、AKB でセンターを務められてね、歌唱力でも AKB グループの頂点で、はあ、すごいな、いや脱帽だよね、すごい、でも日野も本当にすごかったもん、お疲れ、なんか私なんかがお疲れって言っていいのかわからないけど、本当にヒロはすごい、もう大尊敬、本当に、いやお疲れ様、もう新潟でめちゃくちゃお出迎えしたいと思います、新潟で、お疲れ様、もうやっぱメンバーが頑張ってるね、しかも同期が頑張ってる姿をね、こうやって一緒にファンの皆さんと共有できてよかった、うん、すごい、もう誇りだよ NGT の日のは、はあ、すごかった、はい、ということで、あの
ょっと結果も無事に見守れたということで、私はこれから、今ね頭の片隅にあったんですよ、今日やらなきゃいけないことがめちゃくちゃありました。私すっかり忘れていたわけじゃないんですよ、はい、頭の片隅にはあって、ちょっとこれからやらなきゃいけないことがめっちゃある。頑張ります。頑張んないと。頑張ります。今日もちょっと徹夜覚悟で頑張ります。でもこうやってまたね、今日もゆっくりとショールームができてよかったです。ありがとうございました。明日一日お仕事頑張ります。また配信するので来てください。ありがとう。またね、おやすみなさい。